お、ありがとう。あれ？あれ？またかよ。もうマラソンしていた時もこの3人おかしかったんだよね。なんで？なんで？この野郎。はあ、よし、じゃあマラソン終わらせてきました。アナベルさんもなんかいたし、話しかけられたよ。なついてるね。ユーシスもちょっと警戒感解けた感あるね。ミリアムに対して。ちょいちょい映るな、こいつ。西側に行った後、ジュライだっけ？あいつらは何時ぐらいに電車に乗ったんやろ？まあそんなもんでしょ、大体は。いい街だったよ。まあ、このメンツの中にマキアス入れるべきだったと思うけど。はい。まだ今週終わってないんだよな。なるほどね。ちょっと俺もこれ興味あったんだよね。全貌は映ってなかったもんね、ゼロアオは。え、見たことあるの？あのおっさんの言ってることだから、いちいち重みがあるね。なるほど。完全にかぶりましたね。通商会議と。そうだね、ミシュラムワンダーランドに、なんだっけ、アルカンシェル。
9時半。ここでケルディックかな。そうだよね。案内はまだアナログなんだ。奇遇ですね。クレア隊。あ、そういうこと？オズボンとあとオリビアが乗った電車がここ通るってことか。あー、クレアだ。ひょっとして僕に会いに来たとか。そうでした、そうでした。確かクロスベルトつながってるんでした。忘れてた。偶然ですよ。アイゼングラーフが通るので警備体制を敷いてるんです。アイゼングラーフ。ああ、そっか。でも会えてよかった。2ヶ月ぶりくらいですね。鋼鉄の伯爵？特別急行列車。かなりのスピード。あ、やっぱりそうだ。え、あ、東海町。オリビエで、オズボンも映るよな、きっと。みんな都合よく右側に座ってくれてんのか。何？いちいち怖いんだけど。あ、そうなの？確かにそうだな。鋼鉄は鉄血、伯爵は最小か。ああ、じゃあ貴族なんだ。あ、じゃあオズボンも今貴族なの。確かにな。多分利用してるだけだろう。すごいね、リン。あ、この辺りはもうラウラを上回ってるってことだよ。
こっちはクロスベルを越えずに、止まるわけか。ガレリア要塞に。各国のお偉いさんが今クロスベル入りしてるから入れないだろうな。クロス、あ、来た。サンキュー。おう、クローにサラ。お、真剣なマナコに。現れたよ。気抜かないでね。帝国もちゃんと警備はしてくれてたんだ。まあ、当然とや言えば当然なんだけど。そうだよね。ここでクロスベルトつながってるってなんか右下のチャットで言ってたんだよね。うるせえな。だいたいあれアリアンロードだから君たちは知らないけど。ジュライはどうなってたの？へえ、うまくはやってはいるんだね、一応。俺もないです。この二人か、ちびっこ二人。あ、クロームか。なんで？どういうこと？え？全部は俺も知らん。ベルガードモンまでだもん、見たのは。そっから見えてる列車砲が設置されてあるあの門で終わってんだよね。そうそう、でこれ越えたらベルガードモンなんだよね。長旅だね。はい。まあ当然だな。
見えてきた？は？は？バカじゃないの？いや、バカじゃないの？プロログにも映ってたけどさ、あれ全部ガレリア要塞だったの？何やってんの？いや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 、うん、最悪じゃ手出せないじゃんこんなの。避けては通れぬか。絶対おかしいってこれ。作ってるだけで喧嘩売ってるようなもんなもんやろ他国に。管理も大変だろうね。そう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 、正気じゃないと思うけど、クロスベルも肩身狭いね。これはちょっと同情した。さすがに来たか。あ、ナイトハルトかな。お前これどう思ってんの。あ、軍服。ナイトハルト教官。どうも教官。あ、いえ、ナイトハルト少佐殿。トールズ士官学院1年特化クラス7組担任教官を含め全員の到着を報告します。ヒトヒト30、了解した。ようこそガレリア要塞へ。改めて帝国軍第4機甲師団に所属するナイトハルト少佐だ。実習期間中お前たちの案内役および特別講義の教官を担当する。それではついてくるがいい。ナイトハルトって今何歳？少佐って結構高いでしょ。はい、はい。本4歳に付属する演習場で第4と第5。
いやこれなんかあんまり美味しそうに見えないな。右下のコンビーフだろ。その黒いの何？パン？えらい硬そうだけど。塩辛いコンビーフ、味気ない、ま、あー、そういうことね。保存の効きやすいやつ使ってるってことか。あ、食ったんだ。サラとフィーも経験はありそうやね。そうだよね、やっぱそうだよね。錠剤洗浄。そうか。まあ美味しい飯だからといって弱いっていうわけでもなさそうだけど。そうなの？それはそれで意見の食い違いは見てて面白いね。ナイトハルトもそのあたりは否定はしてないみたいだし。了解。うん、俺もちゃんと見学していくよ。興味あるもん。よし、じゃあ一旦切りましょうか。